出ない、出ない、漢字が出ない。ちょっと待って、漢字が出ないよ。地獄に落ちろ。474個目さえいらっしゃい。も出ない、漢字が出ない漢字が出ない、漢字が出ない。このよいしょ、よいしょ、漢字ができない、嫌な漢字。その儚い、儚い。今ね、あのセリフを考えてます。479個目さんいらっしゃい。そこ、その儚い命を儚く短命になる時間に安息を得る。命って書いて御霊って読むから何々、ね、ほにゃららよ。なんてその儚く短命なる、あ、短命なる命、二重でかかってる。短命たる、い、彩り頭痛が痛い。ただ一度の体操も、あー、入らない、入らない、クソ、入んねえ、入んねえ。命に入んねえクソ、はい、体操も手が入ってる。
やまこれ難しいな。これさ、私思ったんだけどさ、別にさ相手の名前呼ばなくてもいいよね。よいしょ。ねえ、相手の名前呼ぶ必要性ないよね。ここさ、私思ったんだけど、ねえよね。もうさ、なんかもう、どうこれ、人の子よってどうこれ。人の子よ、何時その儚く短命たる光にはただ一度の配送も許され、どうこれ、人の子よって言って。カジノ医者セルフ一致するのではない。あ、こっち567個目さん、いらっしゃい。よいしょ、これでいいんじゃないの。あとこのラ、これもいらないじゃん。これもさ、よいしょ、なんだろう、貴様、うーん、あれじゃないの、これ私気づいた、あれこうじゃない、こうじゃない、これこうじゃない、どう、ちょっと赤です、いくつかの方は後々全部作った方がいい、どう、こう、これどう。これどう、これ、あ、ここが嫌なんだし、これこうでしょ、ひらがな省略。629個目さん、いらっしゃい、レジェンドが必要。
魔の光やん。これどう、これどう、どうどうかな、やってみよう。よし、やってみよう、やってみよう。コントロールにね、あれよいしょ、635個目さえらっしゃ。よし、人の声は何時その、儚く短命たる光、ただ一度の配送も許さし。うん、かっこいい。640個目さん、マグロさんいらっしゃい。あー、癒されるわー。かっこいい、バガオかっこいい、マガオ。よし、かっこいいぞ。そしてスキルが上がる。よいしょ、人の子じゃない。そうなんだよね。ケイさんいらっしゃい。これはケアルガ並みの効果が出るな。よいしょ、なんかポケモンがいる、なんかポケモンがいる。よいしょ、チャーちゃんが決めたことに選ばない。お気に入り登録ありがとうございます。よーし、マクロ覚えたぜ。ポケモンじゃないの。ポケモンじゃないの、シバ姉さん。ポケモンじゃないの。よいしょ、お、コントロール、なるほどなの。ケロロさん、ご提案ありがとうございます。よーし、これでマクロは完璧だな。ポイズンも、ポイズンよく使うのがポイズンだから、ポイズンも覚えます。ポイズンもやれます。よいしょよいしょ、まだなの、楽だね。マグロ、マグロ完璧。ポイズン、ポイズン、ポイズンやれます、完璧。ポイズン MP がだいぶ減ってる。ポイズンスラッシュ M、半角、ポイズン、あれ半角、ポ、ポイズン、スラッシュ。何時換算してる。あ、ファストプレイドもそうだ、いるね。これなんだっけ、ここ、ここ忘れた、ここなんだっけ、ポッカルさんですよ。ここ、ここ何入れるんだっけ、忘れちゃった。ヒーリングのマクロ600、懐かしい。678個目さんいらっしゃい。STNPC でいいのかな。よし、奥に断りなく1万個国は誰。食べるさんいらっしゃい。クックツー、よし、これでいいのかな。で、スラッシュ P、 P って何の略。ちなみにスラッシュ P の P って何の略。スラッシュ P の P って何の略。ポイズン、言いたいことも言えない、こんな横の中じゃ。パーティー会話、あー、そういうことか。ソリバチ行きます。よし、じゃあ、はい、はい、これで OK。 はい、できた。はい、ソリバチ行きます。はい、703個目さんいらっしゃい。ほい、ソリバチ行きます。よっしゃ、宿が変わりました。よし、いけたいけた、いい感じ。よし、これでじゃあ新しい、今日は新しい魔法を覚えて、でリベリングをしようかな。今ピーって打てばヘルプ出る。よいしょ。え、実名、いや、私、あの、隣の家に住んでる反町さんなんで。あの、隣の家に住んでる反町さんなんで、別に大丈夫だと思います。うん、大丈夫です。芸能人とかそういう話じゃないんで。うん、WS って何やん、WS って。あ、また忘れた、WS。また忘れた。そうか、WS って何じゃないよ。トップテイさん、718個目さんいらっしゃい。マクロ、あとあれだ、はい、カルパッチョさんいらっしゃい。ウェポンスキル、ウェポンスキル焦った。よし、いいご近所付き合いされてますよ。で、これはスラッシュ、スラッシュどうすればいいの。え、WE でいいの。
ファストブレードでいいの？よいしょ。たぶんソウリマーチ。ファストブレード。エビじゃない。WS か。間違えた。よいしょ。で、何で閉じたらいいの？何で閉じたらいいの？よいしょ。溜まり具合の状況も確認できた。 P で閉じたらいいの？ SP SP じゃなくていいの？ T でいいの？ T でいいのかな？私あんまりパーティーしないからな。で、スラッシュ P。 よし、エクサレマガサマグレサバタロウさんです。スラッシュ、あれ、スラッシュで、セルフ難しいな。セルフ難しいな。我と汝が力見て、あ、違うな。ウラゴスレイブ違うな。なぜならないと SDNPC がいる。3枚に下ろしてやる。レッドローです。残像だ。俺のこの手が真っ赤に燃える。お前を倒せと届き叫ぶ。よし、これでいこう。よし、これでいこう。よし、オッケー。よし、いこう。よし、よし、かっこいい、かっこいい、バッチリ。かっこいい、かっこいい、かっこいいぞ。じゃ、ちょっと物を売って、魔法買って、天下、東方腐敗は王者の風よ。全身系列、天波狂乱、ピオ、東方が赤く燃えている。あれ、入り口どこだ？切断系で燃える。え、赤くなかったっけ？あ、こっちじゃないや。あ、なんか変なとこ来てる。あれどこだっけ。師匠。よいしょ。チャチャチャ。俺素手でグフ倒したことあるから。よし、スライシュマップでマクロでもマップ開ける。それいいね。リース時間制限あるのかな。どうなんだろう。リース時間制限あるの。よいしょ。うん、釣れしない。スラッシュマップでマップ開けんのいいな。ダンベルハリーさん、いらっしゃい。よいしょ。ほいほい、ないって。よし、じゃあ物を売ります。売っていいものと売って悪いもののちょっと選別があんまりまだわからないので、よいしょ。ちょっと皆さん教えていただけると思います。エリアイエローでフェイスが消える。あ、マップさんって名前になったよ、あなた。よいしょ。東西南北北中央腐敗だね。ほい。別のホームポイントへ。現在の入場。ウィンダースコー。こうかな。ほい。ジョブアビリティとかもいけるのかな。いけるのかな。いけたら嬉しいよね。基本的にアビリティも全部文字列でいける。そうなんだ、それは美味しい。次のナナミゴのクエストでヤグードの数字をかける4を使います。そうなんだ、ちょっとマクロでやれるよ。売っていいものプライスレス。とりあえず競売行こうと思ったけど先に港に来ちゃった。港に来ちゃったのでスクロールを変えたいんだよな。スクロールを変えたい。
と、スラッシュ JA で受講ビリで、なるほどなるほど、こちらはスラッシュ S に出せる、左足当てに出せる、よいしょ、絶対出しちゃいけない、なんで何点そこにある、うんうん、よいしょ、攻撃開始もマクロでやると便利、おお、そうなんだ、頑張る頑張る、798個目さえなし、赤をやれることがいっぱいだからマクロ足りなくなる、あ、やっぱりそうなる、で優先順位だけやっとかないとね、巻物はお前をスクロール、第一山もそろろですね、わかります、懐かしいな、見てると復活、あ、今復活無料だよ、今復帰無料だよ、無料期間だからやりなよやりなよ、ほう、チュチュチュ、前がスキル高すぎ、あんまり地図見れない子、実質無料、チュチュチュ、よしよし、名古屋さん来た、次の町で第一村人発見はまだ先、上級者は魔法前に装備も変えるマグロやってた、あるらしいね、そう、なんか魔法の攻撃レベルが高いやつに着替えて、で魔法唱え終わったらすぐまた着替えるみたいな、そう、そんなのができるらしい、すごいよね、よいしょ、すごいよ、こう、こい、こちは、とりあえずボーンマスクとか売れますよ、ほい、よいしょ、え、パッドより私こっちの方が使いやすいと思うんだけど、青間が獣使いで L1 って相性どうかな、どうなんだろうね、まあ装備セットがあるから着替えも楽だ、811個目3位らしい、よし、どんどん売っちゃう、この辺いらないよね、よいしょよいしょ、え、ね、私ね、レベルが上げたいの、レベルが上げたいの、なんでかっていうと、ちょっと闇を、闇をにちょっと殴り込みに来たいなと思ってて、闇を殴り込みに来たいなと思ってて、闇を競売使いはもっといいお値段になるだろうけど時間かかるからね、はい、814個目さんいらっしゃい、闇を、よいしょ、あ、うん、でもとりあえずサクッと売りたいから、サクッと売りたいから、よいしょ、ペースの旅の仲間を増やさないとね、レベルね今24ぐらい、闇を強い、どうしよう、ペースなら60ちょいで倒せる、ペース3人呼べるようになるとサクサクレベルが上がる、低レベル装備はもう競売では売れない、今だけ競売じゃなかなか売れない、そうなんだ、よいしょ、ハイパー競売じゃなかなか売れないタイム、ハイパー競売じゃなかなか売れないタイムです、闇王前のミッションとかは全部動画でやろうかなと思って、よいしょ、トランプマンさん競売じゃなかなか売れない、ありがとうございます、あみきいろくん競売じゃなかなか売れない、ありがとうございます、はい、サルビアさん、カルビンベイゾーさん競売じゃなかなか売れない、ありがとうございます、はい、839個目さん、リュウさん、競売じゃなかなか売れない、ありがとうございます、かわいさん競売じゃなかなか売れない、ありがとうございます、ラーメンアリさん、ニードさん競売ではなかなか売れない、ありがとうございます、844個目さん競売じゃなかなか売れない、ありがとうございます、はい、865個目さん、あ、競売でなかなか売れない、ありがとうございます、はい、オス猫先生や、はい、よし、よいしょ、ナヤと装備レベル20ぐらいが30分程度、よいしょ、ほう、まあいいやまあいいや、ポーションとかも売っちゃっていいよね、ポーションとかも売っちゃうよ、ほい、よしよ、すぐレベルが上がるから装備交換適当でいいんだよね、うんうんうん、よし、じゃあちょっと黒魔法覚えるよ、よいしょ、30分今ってそんなにレベル上がるんだ、なんかね今ねレベルね、レベルアップ倍期間みたいなやつみたい、レベルアップ倍期間みたいな、赤魔導士のこの緑が覚えてるやつ、緑が覚えてるやつだよね多分、
緑が覚えてるんですよ。ブリザードと、そうだよね、ブリザード買った、サンダー買えなくなった。ブリザード、この間倉庫レベル20の30分でした。経験者の1があればレベル20いく。魔導士系やると魔法でお金が飛んでくる。スリップル重要。そうなの。あ、ほんとだ。もうでも買えないやん。ちょっと待ってね、いらない装備がモブケースの中に入ってるやつだから、これも売ろう。よいしょ、お金を持ってきやがれです。待ってね、モブケースの中にいらないものが入ってるはずなんだよな。あ、モブドロワーズ、ほらいっぱい入ってる、いっぱい入ってる。プラスザブリか。よいしょ。エミネン意識して交換品を店売りすればギルが貯まる。まあいれば一緒なんだけど、とりあえずこのたくさん入っているやつを先に売ろうかなと思って、たくさん倉庫に入ってるからさ、これを先に売ってかしようかなと。プラスレイス売れるのいっぱいあるからね。そう、よいしょ。タルタル系は売れなかったんだが、これはちょっと中に入れて OK。 まだ赤とか黒とかそんな分かんないかもだけど、レベル40くらいから違うが明確になる。そうなんだ。なんでロックベルさんいらっしゃい。このゲーム検索できなくてやめた。870個目さんいらっしゃい。懐かしいのやってる。871個目さんいらっしゃい。こい、あ、ブリザード打っちゃダメブリザード打っちゃダメ。おいしょおいしょ。フランスキャップは使えるでしょ。ほい、おいしょ。あれ、これほぼジャブ完成した。今装備楽だからやらすの売りまくって大丈夫よ。あーい、おいしょ。173個目さんいらっしゃい。売りまくってるな。ほいほいほい。レベル上がるとジョブの個性が出てくる。カッパーインゴと合成してダース合成がまで分かんないな。今は金作もサクサクなの。よいしょ、奥とかじゃなければ。アーマー同士は楽しかった。装備してみて見た目で選べばいい。あのね、結構あのダッサい見た目してるよ今。ほら見てこれ、見てこのなんかラガーマンみたいなやつ。これ日々の生活費ぐらいなら楽にいける。ダッサよいしょ、魔法揃えるの優先で。了解。ラガーマンになってるの。これ今赤だよ。あとスリップルかな。ほい。で、あと白魔法も一応買っとこう。そう、200万稼げた。リボンクラス的バナナ、覚えないな。魔法防御力アップ、シェル、よし。アクアベル、石くどっけかな。ギルが少なくてやめる。全楽でいい。全茶全員みたいだ。砂丘とかまだパーティーいるんだろうか。なんか最近パーティー少ないんだって。クエストでもらえる魔法もあるからクエやるのもいいかも。夏いのやってる。901個目さんいらっしゃい。いるの砂丘パーティー、まだいる。どうしよう。これのシェル、よし。ストーンあるかな。ストーンならあるよ。ピースのおかげでもうパーティーは壊滅状態なんだろうな。そうなのかな。よいしょ、ストーカーゼきた。ピンポンダッシュきた。よいしょよ。あ、ブリザードまだ覚えれない。スリプルもまだな。よし、じゃあレベリングしに行きます。あ、でもオークション先に行かないとオークション